アーリントン国立墓地、アーリントン国立墓地、アーリントン国立墓地、アーリントンナショナルセメタリーは、米国の首都ワシントン DC からポトマック川を渡って、すぐのバージニア州アーリントンにある、アメリカ州国の国立墓地及び、戦没者慰霊施設である。1864年に、南北戦争の戦没者のための墓地として、 南軍のロバート・イーリー将軍の住居周辺の土地に築かれた。その後、第一次世界大戦、第二次世界大戦、朝鮮戦争、ベトナム戦争等の戦没者が祀られ、現在でも戦没者やテロ犠牲者などのアメリカ合衆国のために尽くした人物の墓地が存在する。墓地が築かれたのは1864年であるが、判明した範囲で、 アメリカ独立戦争の戦没者の墓地も設けられている。なお、アメリカ合衆国大統領は、アメリカ軍、陸海空軍、海兵隊、沿岸警備隊の最高司令官であるためこの墓地に埋葬される権利があるが、現時点で当墓地内に墓所があるのは、第27代ウィリアム・ダフと、第35代ジョン・カイ・ケネディの2名のみである。 ワシントンメトロブルーラインのアーリントン墓地、アーリントンセメタリー駅が最寄り駅であるが、墓地の面積が 2km と、あまりにも広大なため、事前に調べておかないと、1日がかりでも墓所が見つからなかった、などという例がある。各墓石には、おのおの識別番号が刻印されており、インフォメーションセンターに設置してあるデータベースに、氏名を入力することによって、 墓石の識別番号が表示され、墓所の位置を確認することができる。正教分離の観点から無宗教施設と説明されることがあるものの、正確には、あらゆる宗教、宗派、宗師、無宗教もかによる埋葬を許容しており、特定の宗教形式を押し付けず、信仰の自由を保障することで多様な宗教性を受け入れている。事実、 専属契約する聖職者の大半は、プロテスタント系であるものの、カトリックの司祭やユダヤ教のラビなどとも、定型関係が、ある、また埋葬者の希望に応じて、あらゆる宗教形式が選択できる。ちなみに、アーリントン国立墓地に建てられた墓石には、個人の信仰を表す、宗教的、シンボルマーク、オーザー・イズド・エンブラムズが刻まれている。公式ウェブサイトによれば、 施設公認のシンボルマークは41個存在しており、その中には、キリスト教だけでなく、仏教やイスラム教の他にも、日本の新宗教である、天理教、根校教、創価学会、スキン u s a さらには無神論者を示すものまである。埋葬の決定権は、施設側ではなく、本人と遺族の意向次第である。ただし、埋葬後に、 埋葬に足る要件を満たしていないことが発覚した場合、墓が撤去された上、遺体が遺族に返還されることがある。無名戦士の墓、t o ーム of the Unknowns は、身元が不明な戦没者を祀った墓地。各国の元首や首相は、外国を公式訪問する際にはその国の無名戦士の墓を訪問し喧嘩するのが通例となってり、アメリカ合衆国を訪問した要人はこの墓地に、 喧嘩することが多い。例えば、日本の安倍晋三内閣総理大臣は2007年5月の、法米の折にこの墓地に喧嘩している。この無名戦士の墓は、よく日本の千鳥ヶ淵戦没者墓園と同等視されるが、千鳥ヶ淵墓園が政府派遣遺骨収集隊によって、収骨された遺骨のうち、引き取り手のないものや、使命のわからない遺骨を収めた納骨堂であるのに対し、 この無名戦士の墓は、核戦役で、名前のわからない、戦没戦士の遺体を一体だけ選び、その遺体を、全無名戦士の遺体の代表として祀っている。合衆国海兵隊記念碑、マリーン港王メモリアル、USMC ーメモリアルは、アメリカ海兵隊の戦没者を追悼する記念碑である。伊王島の戦いでのアメリカ海兵隊の、 正常期形容の写真をもとに作成され、1954年11月10日に除幕された。像のみの高さは約10メートル、旗竿を含む高さは約20メートルである。正式には国立墓地の外にあり、内務省国立公園局が所有し管理している。石組の元となった写真があまりにも有名であるため、伊王島記念碑、伊王島メモリアル。 とも呼ばれるが、この石踏みはあくまでも海兵隊の戦没者を記念するものであって、イオ黄島の占領といった個別の出来事を記念するものではない。2006年5月現在、アーリントン国立墓地には367人の名誉勲章寺勲者が葬られており、そのうち9人はカナダ人である。太平洋戦争期に日系移民の子女、戦時期には、 適正市民として弾圧を受けたでありながら、米国側の軍役についた60名を超える日系人が歴史的に特筆すべきマイノリティとしてアーリン国立墓地に埋葬されている。アメリカ合衆国大統領には墓地完成以来アーリントン国立墓地に葬られる資格が存在する。国立墓地からは歴代で3人の国葬が営まれた。 ウィリアム・ H ・タフト、ジョン・カイ・ケネディ大統領とジョン・パーシング将軍の国葬である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。